皆さん、こんにちは。土曜日午後の体操の時間です。今日の体調はいかがでしょうか？密集を避け、お互いに十分距離を保って気持ちよく体を動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？足を開きましょう。両手を腰の後ろに当てます。その手で腰を押し出すようにゆっくりと体を反らせる運動です。はい。ゆっくりと体を反らせて元の位置に戻します。上を見上げるように反らせましょう。戻して、もう少し続けます。体の前側をしっかりと伸ばしてください。もう一度ゆっくりと体を反らせて緩めます。はい。次は体をねじる運動です。両方の腕を真横に上げましょう。下半身が動かないように注意をして、後ろを振り向くように体をぎゅっとねじったら、一度正面に戻します。それでは、はい。左にねじって、元に戻して、右側へ。1、2、5、6、もう少し続けます。左にねじって、元に戻して、右側へ。腰周辺をしっかりと刺激していきましょう。はい。足を戻しましょう。腕を軽く振ってほぐします。はい。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。5、6、足を開いて胸の運動です。腕を横に振って斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、呼吸に合わせて大きく胸を反らせます。5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横へ。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動です。弾みをつけながら前下に3回曲げて、ゆっくりと体を反らせます。さあ、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく2回振ります。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く。1、2、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて正面で胸を反らせます。力まず柔らかく曲げましょう。1、2、5、6、体を大きく回す運動。1、2、反対回しです。大きく腕を伸ばして、大きく体を回しましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。力を抜いてゆったりと動きましょう。1、2、5、6、深呼吸です。深く息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返します。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。腕と足を2回曲げて伸ばします。1、2、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、5、6、足を開いて胸の運動です。腕を斜め上に引き上げて前で交差、指先までしっかりと伸ばしましょう。1、2、5、6、横曲げの運動。腕を振って2度曲げて、ももを軽く叩きます。反対側にも強く曲げて、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反らせます。前曲げ、前曲げ、後ろ反り、1、2、5、6、腕を振って体をねじります。左へ右へ、正面で腕を巻きつけて、強く強く、弱く弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2度曲げて、反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強く上に振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横に力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を整えていきます。最後は深呼吸です。深く息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。土曜日の体操はピアノ加藤由美子、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。